どうもタブヤンです。今回は単発実況バードウィークやってみたいと思います。1986年東芝 EMI さんの、ファミコンソフトですね。さあやっていきましょうか。ゲームスタート。ラウンド1。このゲームね、鳥が、このヒナをね育てるという、餌を取って、あれ危ない危ない危ない、ほいと餌を取って取ってヒナを育てる、こういうゲームになっております。このね、巣の中は安全なのかな。あ、餌いらないのか。なんなんだ。あ、こいつ邪魔だね。こいつをね、わし、おりゃ、キノコで倒す。そしてその間に、あ、もうすぐお腹すくね、この子、この子たち。そして餌を取る。餌自体は小鳥扱いなのかな。ちょっとこうリアル性をね、下げるためにこう。オッケー、巣立っていきました。あと1羽。お腹すかないのか、どうなんだ、ん、オッケー。全然余裕でしたね。一面クリア。このゲームね、全36面でらしいですね。36面、気が遠くなりそうですね。何あの板、え、なんかあのジャンプする敵、何、怖いね、あいつ。あいつ何、めっちゃ元気じゃん。はい、先にもう餌取って、はい、お腹すきましたか。餌取ってくるよ。子供を育てるというのは大変ですね。あ、左右は画面ループしてるんだね。オッケー。仕組みが分かったぞ。あのイタチみたいな地上のやつやばいね。地上のやつやばい。ほい。はい、食べなさい。キノコ取りたいな。危ない。なんだあのジャンプ力。よっと、上から行った方がいいな。よっと、危ない、ちょっとやばい。オッケー、近くに餌が飛んでるぜ。うーん、待て、餌待て。オッケー、おー、ちょっちょっ、オッケー。お腹空いてない間にキノコ取って、危ない、こいつは危ない、逃げろ逃げろ、超低空飛行だ。オッケー、お腹すかしてる。まーず1羽、急げ、キノコを取って、あれ、キノコ取れない、取った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 、キノコ取った、こいつ落として攻撃、よし、やっつけたぞ。まあ、やっつけたというか気絶させるだけなんですけどね。オッケー、2面クリア。どんどん行こう。説明書読んだだけで初見プレイですけどね、全然いけるよこれ。お腹空いてないのかい。あ、なんか、おお、モモンガか、あいつ。すごいね、木に登ってくるやつ現れましたね。モモンガ強敵ですね、あれ。危ない。強敵だ、あのモモンガは。餌を取りづらい。よし、餌取った。モモンガがいるー、かわす。ナイス。いやー、このゲーム向いてるかも。子育て向いてるかも。モモンガをかわして、よし、キノコ取っちゃうか、キノコ。
キノコ。キノコ取って、モモンガやっつけたいね。おっと。危ない！危ない！あ、餌持ちながらはできないの。できる。モモンガやっつけたいね。モモンガを攻撃。あー、外したー！危ない！自分が危ない。餌食べな。あ、違う、そっちじゃない。お腹すかしてる方をあげたかったんだけど。よし。キノコ取って、キノコを取って、あー、落とした。はい、食べた？オッケー、おとなしく。ちょっと待てよ、次の餌はね。落とす！あー、モモンガは倒せなかった。よし、取った。チャーンス！早くお腹空かせよ。危ない！クリアかい？よーし。いいね、ノーミスで3面クリア。ボーナスラウンド。何これ？あ、餌をいっぱい食べるってことかな？トビウオ的なやつ。これ何なの？これは。灯台みたいなの。何なのこれ？これ、あれだね。自分の体力をつけるための、ボーナスステージというよりこう、仕事してるけどな。自分のご飯を食べるボーナスステージね。はーい、トビウオいっぱい食べました。ちなみにバードウィークっていうのは毎年5月10日から16日のことをバードウィークというらしいですね。愛鳥週間。あ、キツツキがいる。これ自分の巣は無敵なのかな。多分安全地帯なんだろうね。バードウィークについてはね、なんか、日本野鳥の会が、ね、バードウィーク歌ってまして、日本全国でね、バードウォッチングしようみたいなことをやってますので、よかったらね、ほっ！日本野鳥の会のホームページを見ていただければいいと思います。全然バードウィークじゃないけどね、今。11月だけど。まあそこは勘弁いただいて。キツツキやっつけようか、もう一回。ほっ。あー！初めて刺されたー！キツツキそんな風に飛ぶの？びっくりしたなー、もう。ほっ。あ、キツツキすぐ生まれるね。なんなの？あいつのジャンプ力、半端ないよね。これ、いきなり飛んでくるもんね。餌くれ、餌。餌待ち上がれ。キツツキの横に飛んではダメだ。よし。ナイス。危ない。キツツキ退治よりももう餌ですよ。はいはい、お腹空いたかい？はいはいはい。あ、やっぱり安全地帯だね、ここ。危ない。もう一歩出るとキツツキにやられる。っていうかもうすぐバレてるやんね。あーらまあ。ということで以上、バードウィークでした。たまにはバードウォッチングしたくなってきますよね。春夏秋冬、日本にはありますからね。それではまた次のレトロアクションゲームでお会いしましょう。さよなら。